こんにちは、ゆうです。パンダのおちゃんです。はい、今日たちまた、おめでとうございます。あ、動画久しぶりやからちょっと忘れてもうた。はい。今日は、ムカキンサバカシバリマルやっていきたいと思います。はい。土曜日にね、書かせていただいたコミュニティに、たくさんね、フレンド申請とか書かさって、ありがとうございます。うん、中には、ね、本当になんか、温かいメッセージ、パズダー内でいただけたりとか、したんで、本当嬉しかったです。はい。もうなんか、頑張っていこうと思いました。ちょっとネクタイ締めるフリーだけしましたけどね。はい、ちょっと気合い入れて、僕はその適当にやってるんですけど、はい、ありがとうございました。はい、それではね、今回はね、そう、芝居のあるね、3月のクエスト15をね、まだやってないかったんですよ。極悪に夢中になりすぎて、はい、極悪に夢中状態やったんで、はい、まさに今適当に歌いましたね。はい。ね。で、前回の放送で、前回かな、配信で、オーバーホールがね、たまたま落ちまして、芝居にまるで、はい、黒メダルで交換することなくね、はい。それで、まあ、せっかくならね、ヒロアカコラボ期間っていうのもあって、もうヒロアカコラボキャラ、もうオーバーホールしか、二段できるようなキャラ持ってないんですけど、それで、3月のクエスト15、挑戦して、魔法石、クエストを全部クリアして16個もらいに、行きたいと思うんで、早速パーティーご紹介します。はい、こちらですね。オーバーホール&アカザですね。はい、もう、ちょっと悪魔的にちょっと豪華なんですけどね。はい、今回自前でも全部用意できました。はい、芝居の丸も成長してきてますわ。はい。それではね、ご紹介しましょう。リーダーのオーバーホールに、小学生 LG プラス、スキルチェーン2つに、アシスト向こう仙台。で、フラッシュビーム、ウルトラマン武器ですね。ギャグギャグ、乱入のやつをね、もう軽減で耐えちゃおうと、はい、いう作戦です。で、リーダースキルが4色以上同時攻撃、ダメージを激減、攻撃力が7倍、3コンボ加算、8コンボ以上で攻撃力が6倍、悪魔タイプの HP が 1.2 倍。でね、悪魔タイプの HP がちょっと上がるということで、はい、赤座と組ませさせていただきます。組んでますと。はい。で、こちらジントニックですね。覚醒無効要因ですね。ジントニックにスキルチェーン2つ、覚醒せない解除。で、これタクティカルベストっていうのは、トドロキ君武器ですね。トドロキ君も、もう滑舌悪い殺しですわ。もうこれは。持ってたんで、アシストとして使わせていただいてます。まあ、超完全暗闇耐性と、完全お邪魔耐性。で、HP 自動回復もあって、この変身後のジントニックの武器じゃない、スキルが全解除なんですけど、あと上限解放と。で、こっちは溜まってもね、全然もう問題ないというか、むしろ全然ありがたいというか、そんな感じのスキルなので、ジントニックにつけてます。で、こちらがクリスマスアルジェですね。クリスマスアルジェに直接スキルプラス、スキルチェーン2つに互換通潜在にコインの呼吸でございますね。はい、こちらロベリールですね。ロベリール。悪魔タイプではないんですが、ドフラミンゴ武器つけて悪魔タイプ付与しておりますと。はい。です。毒目覚め耐性に回復力強化。そのダメージ吸収要因みたいな感じですね。あと回復力倍返したりもするんでね。結構万能っすね、ほんまに。あと、タルもあるんでね。タルというか熟成も。はい。で、こちら、スケットと、サブ、全く一緒なんですけど、ごめんなさい、肩が凝ってきた。はい。向こう貫通潜在に悪魔キラー。で、あとは、何だっけ、これ。金を武器つけております。はい。スキルチェーン2つにしようかなと思ったんですけど、それは別に、どうとでもなるんで、はい。で、GF2 個つけたところでもっと下げられるんで、ええかなと思ってます。はい。で、バッチャー HP プラスです。ちょっと、負けました。はい。それでは気を取り直して、最高。はいはいはい。ヒードロップを揃えるのを見せてました。はい。おめでとうございます。で、これね、コインの呼吸使ってあげて、で、ロベリール使いますと。で、あと1コンボと、はい。ちょっと待って、色決まらんといて、これたまに色決まるんですよね。よしよし。オッケーオッケー、はい。オッケー。で、あと一旦でね、待って、オッケーオッケー。あと一旦で赤座溜まるんで、赤座変身させてあげてから、で、ジントニック使ってあげると、一旦目からね、赤座が使えるという。一旦目というか、初ターンからか。はいはい。よし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 。はい、オッケー。
次に、これか。はいはい。ルーレット、そこ、ワーキと行きたいんですけど、次ね、なんか指現象とか来て、まあ、そこも全然問題ないんですけどね。まあ、どうせもう回復力、これちょっとね、しっかり回復したいんで、で、こちらで、赤座使ってあげて、76やったらね、このルーレットでも一旦ぐらいね、いけるかなというところで。はい、はい。OK。OK、水も決まって、全勝決まって、はい。ここで全回復しとかないと、熟成するまでの、熟成するまでがちょっときついんですよね。で、これで乗り越えてみせろって、指奪われるんで。問題ないですけどね、正直。うん、ここで指伸ばしてあげた方が、ね、いいんで、はい。で、赤座使うと。はい、よしよしよし。で、熟成してきたと。熟成してくれたらね、だいぶほんまステータス上がるんでね。やっぱね、この熟成する前に来るの、この乱入型クエスト、今後どうしていかはるんですかね、ギャウギャウさんたちは。ほんまね、熟成する前に、まあ、そこも駆け引きなんでしょうけど、運なんでしょうけど。まあまあまあ、いいんですけどね、そんな。そんなもん、どこで出てこられても、ちょっと鬱陶しいもん、鬱陶しいんで。いや、今最近ね、ちょっとクエストも優しくなってるんでね。いいっすよね。オッケーオッケー。んーで、こちらが、ルーさんか。ルーさんはね、もう、属性もやめにしちゃってるんで、もう、わーんと、これね、ちょっと待って、何を落としたっけ？あ、ルーさんは、特に何もないですよね、消えるまで我慢してても。もう皆さんの方ご存知か。何もないんで、はい。削ったところで吸収されるだけなんで。赤さんのね、どうなんかな、これ。これは、片思いつけん方が良かったんかなとか思ったりもするんですけど、もうつけてもうたんで。だからね、スキル盛りつつね、あんまなくて、芝居にまで。回復4ゲしてて。ロゲリールのね、回復力があれば、3ゲしても、まだまだ大丈夫と。よし。俺と永遠に戦い続けよう。実質火力ソースになってんの、ほんまに。赤座だけなんでね、これ。はい、OK。よしよし。はいはい。OK。で、赤座また使って。止めてるよね。OK。ちょ、ごめんなさい。ごめんなさい。音声のまた触っちゃった。はいはい。もう、唇もね、乾燥してね、もう、加湿器壊れちゃって。加湿器壊れちゃったんですよね。よしよし。OK。よし。OK。これね、ロベリール行ってもいいんですけど、別に。別に噛んでも。まあ、満タンぐらいなんでね。パズルさえミスらんかったらね。よし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 。ロベリールね、僕、ちなみにね、イチゴがあんま得意じゃなくて、ここの、あんまり出会ったことないんですよね、今まで。同じ境遇の方に、境遇の方というか。なぜか。なぜかね、その、あまり、そうそうそう、珍しいと思うんですよ。絶対僕がマイナーなの分かってるんですけど、ほんまにね、
あんまり得意じゃないんですよね、イチゴが。イチゴが、なんで、でもストロベリーチョコとか食べれるんですよね、全然。で、ここも戦い続けをしまして、はい。はいはい。甘いものも苦手。で、あれなんですよね。なんていうか、いちごも苦手なんで、ショートケーキとかあんまり、好んで食べることがないというか、好んでというか、積極的にか、なんか、変わったものが嫌いなんですよ。ほんまに、グリーンピースあまり得意じゃないっすね子供かてよしよし、なんかロベリールから卵ちゃんは食べ物の話になってましたけど、はい。でここで、はい、 OK。 でここでジントニック使いますと、はい、よし、 OK。回復4消ししたら、素で4消ししたらどんな回復するんやろ。で、こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ。怖いからこうしとこう。はい、はい、OK。いや。悪魔兵器ってやっぱ感想しますね、アルジェとか。悪魔兵器ちゃうか、悪魔兵器か。本当の私見つけられた。ミルちゃんって結局何の姿が本物か自分でも分かってないんですかね、これ。どうなったんだろう。ミルちゃんにその、ボロクソ言うてもしゃあないんで。ボロクソって、ボロクソも言ってないですけどね。はいはいはい。オーケー、これでオーケーですね。はい。はい。オーケー。よっしゃ。で、給付は先に仕掛けさせてもらう。ああ、ここの。ね、ここは全然色あるんで、なかったらね、もうアルジェ使って、もう揃えていくだけなんですよ。これは。ルーレットで。オッケー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 。よし、オッケー。オッケー。まだ終われない。オッケー、熟してくれた。ジュラシックフレーム。これも色ありますね、全然。色あるんで、はい、とりあえず決めて。で、回復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 言うて、一向に回復揃えへんっていうね。オッケーオッケーオッケー。オッケー。オッケーとか、なんか L 字決まったの、誰が決まったの。はい、オッケーです。で、赤座戻ってきたぞ。はい。パンチ、オッケー。これ、硬くない、アルジェ使わない理由はね、遅延がね、もう、何だっけ、アルジェに、ちょっとやっぱちょっとでも火力ソースになってもらうように、アシスト無効じゃなくて、無効貫通振ってたら、多分遅延が2個しか増えないんで、こうやってね、なんか遅延来られた時に、まだまだ上が、減らされても大丈夫なようにっていう感じで使ってますね。で、これも大丈夫と、はい。でね、ここはもう指バレて、これもちゃんと決めないと終わりなんで、次ぐらいにルーレット来るんですけど、もう負けるよりはね、全然マシということで。で、ここ指伸びてるんで、ちょっと待って。指伸びてるけど、はいはい、はいはい、はい。よし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 。はいはい、オッケー。よし。ちょっとある程度ね、貯めたいんで、なんて言ったんでしょう。明快、明快、マジで明快、明快。はいはいはい。なんて言ったらいいんでしょう。なんて言ったらいいんでしょう。火揃えようと思って。明快なの。
よし、赤座溜まったとこで、はい、ここでロベリール使ってあげて、で、アルジェもあと3ターンなんで、これで、この次ね、ルーレットの可能性とかも全然あるんですけどね。ちょっと待って、水か。はい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 。よし、OK。よし、13フロア。ああ、キングメタルの敵。ありがとう。で、ここで、ウルトラマンの軽減半減あって、で、いい戦い続けようして、はいはい。半減張ってたらね、全然耐えれるんで、ただ色は消さんとちゃんとあかんっていうので、揃ってる、あ、揃ってる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 、よかった、回復できてんがまだ。結局ね、自分で作ってみようが、ルーレットは苦手なもん苦手なんですよ。1個だろうが。オッケーオッケーオッケー。数が減る。指もうちょっとね、もうちょっと伸ばしてほしいですね、アルゼさん。揃ってる？揃ってる？わからん、わからん、わからん、わからん。回復さえまあまあ消えたら、いけるでしょ。OK、いけた。怖っ。怖っ。なんで、ネブチューンさん。ネブチューンさん遅延やったっけ？ OK。ああ、遅延ですよね、やっぱり。で、これで色がないんですけど、や。どうしようもないから。あ、色あるわ、別に。よかった。はいはい。はいはい。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 で、これで全部決まってると。よし、OK。ヒドロップだけしたかったっすね。よしよし。で、もうここでね、アルゼ使ってあげて。して回復にして、はい、OK、はい、OK、これで無効貫通は見たのかな。 OK、OK、 赤座だけで抜けたな。かかってくるがよい。はいはい、オッケー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 。で、赤座行って、よしよしよし。で、はい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 。で、火、水、全部決まった。あー、これ火にこういこうか。よし、OK。よしよし、倒せないんですよね、水だと。水だとね、物理的に動画描いても無理なんで、はい、僕はしゃあないと。で、これで、はい。闇。光か、光か。光、光。で、ここが、火になったら行きましょうか。はい。OK。よし、OK。あと3ターンあればね、全然いけると思うんで。はいはい。よし。マジでね、加湿器壊れたん、痛すぎる。加湿器壊れたん、痛すぎるんですよ。僕、ほんま、乾燥に弱いんで。こうで。こうしようか。よし、OK。
オッケー。で16フロアが何だっけ、あ、クラウドクラスター、プラズマクラスターみたいな。よし、で次がこれの次があれか、あ、そのジントニック押してもらった、間違った、えせやろ、もうあれか、えジントニックと、ジントニックと間違いなことなんてある、ちょっと待って、ちょっと待って、これ全部決まってるよね、もう行くしかない、ジントニックと赤さん間違えちゃった、うわあ、これ使わへんかった、絶対あれでしょ、ちょっとええとこで止まってたでしょ、全員戦い続けよう、んで水になってるんで、はいはい、はいはいはい、こっからはもうあれかな、全部行った方がいいんかな、そんな食らってないもんね、よし、オッケーオッケー、あらららら、柔らかいんや、意外と、はい、ここで回復奪われてたっけ、ここって、あ、奪われますね、やっぱり、でロベリーズ使って媒介して、はい、俺と永遠に戦い続けよう、特に別に回復先生ないのがなんか優しいな。なんか極悪とかさ、ほんまにさ、先生とかばっかだったじゃないですか。先生ない方が珍しかったんで。いや、ちょっと待って、倒せんのかいな。ん？火が消せない。マジか。あぶねえ。危ねえやん。あ、別にあれか。すいません。すいません。別に消せへんからって、耐えれるんやん。オッケーオッケー。ルーレットなんか作られたけど。はいはい、そうそうそう、ここは極悪ではないんよ、極悪ではないんよ、うん、ちょっと待って、それにしても光決まってないよね、決まってる？いつの間に光決まった、今、え？もういいよ、よしよし、はい、確かね、オルファリオンがなんかしとかんと、効果打ち消せんと、あれなんですよね、確か、なんかめっちゃでっかいダメージ飛んできた気がするんで、もうルーレットはだって作っといて、はいはい、はい、よし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 、はい、オッケー、おーっと、危ねえ、はい、戦い続けよう、はいはい、なんか色決まってへんかった、今、ね、いい、水、水の4消ししたいな、もうこれでいいや、よし、けい、天空パーツが現れた、我が名はオルファリオン、あ、ち、刻むデスファリオンという名前は、オッケー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 、これも想定内、やっぱ消せんとダメですよね、オッケーオッケー、んーで赤が、で、ジントニック、
あれか、ダメージ吸収あるか、そうか。はい、待って、回復、闇、木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 、光。はい、水消えてる。よかったよかったよかった、消えてる消えた。はい、あー耐えれそう耐えれそう。ここでねロベリーグ使ってもどうせ意味ないんで、カザ行って、でここはちょっと唇乾燥してもしゃあない。4色だけ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  OK。 よし、暗闇は大丈夫。 OK。 ブルーヘッドうっとうしいな。まずは何からもと、闇からもとか。よし、で光で木、闇、水、光、これで、これでいいか。いい水。オッケーオッケー。数えてる間なかった。オッケー。はい。オッケー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 。で、ここで、オッケーオッケー。回復もあると。はい。いい、よし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 、全回復できたぞ。ういで、アシストが、あがさ、危ねえ危ねえ。んでここはちょっとこれ使っとくか。先に手を出したのお前らと使っといて、んーで、アルジェも使っときますと。はい、聞こえつくんのかいな。で、き、あでもそうか、そうか、指伸ばす。キー闇ね、キー闇ね、キー闇。はいはい。で、あ、その前に今それとか、うわっ、え、よかった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 、ちょちょちょ、びっくりしたびっくりしたびっくりした、マジびっくりしたびっくりした、終わった思った。これ76にして、え、そんなことある、そんなことある、ちょっと待って、これ指伸びてるよね、指伸びてるよね。でも全部わからんから4消ししよう。はい、はい、はい、火水全部揃ってる全部揃ってる全部揃ってる。いけ、うわっ、マジか。あ、そルーレットあるから、言われるルーレットあるから言われる。あぶね、ちょっと待って、緊張する緊張する緊張する。回復は捨てでいいから、組みやすかったら何でもいい、組みやすかったら何でもいい。はい、はい、で、キーは揃ってる。いや、もうちょっと無理やな、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 無理無理無理。よいしょ。OK、OK、あ、回復してきた。危ねえ。はぁー、かかってた。負けた、思った。あー、またとんでもねえ、尺の動画を作ってしまった。はい。それでは魔法石受け取りましょうか。はい、受け取りました。26分 2.5 秒でございます。こんだけかか
かりました。今チーリンドラゴンやってるバレる。はい、あーよかった。それではです、はい、こんな感じの編成でございました。ぜひぜひあのヒルアカコラボでオーバーホール使ってどうしても使いきたい方はこんな感じでもクエスト10をクリアできるので、はい、もしよかったら皆さんも試してみてください。はい、それでは今回はね、この辺でお開きしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひともこの動画の感想や、評価も、そしてチャンネル登録もお待ちしております。そして概要欄にあるね、X や、TikTok のアカウントをフォローしてくださると幸いでございます。それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。